観光協会の久高さんと出会って沖縄の観光スポットを教えてもらうことになりました。今日も観光協会前で待ち合わせをしているんですが。お待たせしました。さあ今日も張り切っていきましょうね。久高さん、おはようございます。その車は？沖縄での移動は車があった方が便利ですから、今回は観光協会の車で移動しましょう。なるほど、それじゃあよろしくお願いします。今日行くところはきっとびっくりすると思いますよ。楽しみにしててくださいね。どんなところなんですか？それじゃあ沖縄観光出発。さあここが本日の観光スポット、大自然の神秘ガンガラーの谷です。すごいですね、とっても大きな森と洞窟が。ここは数十万年前まで鍾乳洞だった場所が崩れて森になったんです。沖縄の自然のパワーを間近で感じられる素敵な場所です。あ、鍾乳洞の入り口がカフェになってる。ここでしか体験できない空間ですよね。このケイブカフェはガイドツアーの出発地点でもあるんです。ガイドツアーですか？はい、ケイブカフェを出発するとまず亜熱帯の森が広がります。ここにはなんと歩くガジュマルの木があるんですよ。木が歩くんですか？そうなんです。といっても数十年かけてゆっくりとですけどね。根っこをどんどん増やして少しずつ移動してるんです。自然の力ってすごいですね。さらに進むと森の賢者と呼ばれる大きなガジュマル、ウフシェガジュマルが現れます。そこからさらに森を抜けて一番奥にあるのがブゲ堂です。ここはどんな場所なんですか？実はこの場所で大昔の人骨が発見されたんです。ガンガラーの谷は沖縄の旧石器文化を知る貴重な場所なんですよ。古代の人たちがこの場所で暮らしていたんですね。というわけでガンガラーの谷をご紹介させていただきました。どうですか？大自然と歴史の神秘、感じていただけましたでしょうか？はい、とっても。こんなに素敵な場所、また来てみたいですね。一人で楽しみたい方は雨の日がおすすめです。ゆっくり静かな時間を過ごせますよ。ただガイドツアーは予約制なのでご注意くださいね。その予約の電話をかけるときってちょっと緊張するんですよね。ご安心ください。言っていただければ私がいつでも案内させていただきます。ありがとうございます。